はい、皆さん、こんにちは。見通し座り3分テクニカル分析動画の時間です。この番組は私、チームハロンズ・クロカーが主要通貨ペアのテクニカル分析を3分で分かりやすく解説する番組となっております。市場参加者の皆様のお取引のお役に立てればと思います。それでは始めていきます。今回はオーストラリアドル円になります。まずは冷やしから。はい、こちら、ボリンジャーバンドストーキャスティックスですね、まあ。トレンドの方向性を示す赤い点線21日移動平均線、鋭角に上昇しております。 ローソク足はといいますと、この2シグマラインに絡みながら切り上がっている状態、かなり強い上昇トレンドが継続中ということでございます。教えたげのストキャスティックスなんですけれども、変わりすぎな判断基準であります、80%ラインよりも上,上に推移しているんですけども、依然として強い買いシグナルが点灯継続中ということでございます。はい、続きままして本日のササポポーートトレジススタンンでですすね、ま、ずはサポートラインなんですけども 全営業日、ここですね、全業営業日の安値レベル、こちらが84円の16レベルと、続きまして、レジスタンスラインなんですけども、もう今、年初来高値を更新しておりますので、いよいよ8あの86円台かというところで、次のターゲットとしましてこの10月21日。 の,86の,25こ,こ,のこのレベルですねこのレベルでの推移を考えております。続きまして、一目、東の一目均衡表ですね。まあ、短期腸の赤いラインの転換線、中直腸の青いラインの基準線、鋭角に上昇、あの直近の動きを示すこの紫色の地高線明鋭角に上昇しておりまして、まあ、上からろうそく足転換線、基準線、雲の順番に位置しております。典型的な上昇トレンドのパターンということでございます。はい、続きまして2時間 短期トレンドの方向性示す21本移動平均線、こちらも上昇傾向にある中で、まローソク足やといいますと、2シグマラインのバンドウォーク中ということで、こちらも上昇トレンドが継続中と判断することができるかなと思います。はいストーキャスティックスもですねまあ、変わりすぎな判断基準であります、8%ラインよりも上で。ああ 推移しておりますが、まあ、こちらも依然として、会社が転倒継続中ということでございます。はい 本日の予想レンジですね、84円の16から86円の25と、テクニカル分析のまとめです。まずは冷やしから、ボリンジャーバンド一目均衡表、上昇トレンドが継続中と、ストーキャスティックスは買い取れ、あの買いシグナルが点灯しております。2時間足です、ボリンジャーバンド上昇トレンドが継続中、ストーキャスティックス買いシグナルが点灯しているということでございます本日は以上となります。